パーは、イングランドのプロレスラー。デボン州エクセター出身。ジョエル・レッドマンのリングネームで知られる。少年時代から、プロレスラーになることを志し、地元である、デボン州のデボンジュニアレスリング・アライアンスにて、トレーニングを開始。また、レスリング技術を磨くために、RBW エクセタートレーニングセントレや、VPW スクール・オブ・エクセレンスといった。 インディ団体が受け持つレスリングアカデミーにも通い、ジョエル・レッドマンのリングネームで VPW にてプロレスラーデビューを果たす。2006年よりプレミアプロモーションを中心にイギリス国内のインディ団体で活動するようになり、2007年にはマーク・ハスキンスとのザ・スリラーズなるタッグチームを結成して活躍。2008年6月にはノアのヨーロピアンナビ零八8にて、 青木敦紙とシングルマッチで対戦し、時間切れドローになっている。2009年、ハスキンスとドイツの団体である WXW に参戦し、WXW 世界タッグ王者であるダグラス・ウィリアムスマーティン・ストーンに挑戦するも敗戦。同年には、プレミアプロモーションにてトーナメントであるケンジョイストロフィー2009に出場した際、準決勝で後に、 WWE の参加団体である NXT でトレーナーを務めることになるロビー・ブルックサイドと対戦するが敗れている。FCW ・ NXT2012 年、WWE のトライアウトに参加し合格、ディベロップメント契約を結び入団。参加団体である FCW にて、オリバー・グレーのリングネームで所属。8月には FCW が、 新人発掘番組である NXT と統合し、新生 NXT に移行。トレーニングを中心にしてきたが、12月13日のハウスショーで、エイドリアン・ネビルとタッグを組んで、アクセル・キーガンダンテ・ダッシュと対戦したことがきっかけで、ネビルとブリティッシュ・アンビションなるタッグチームを結成して勝利。2013年1月より創設された。 NXT タグチーム王座を争うトーナメントに出場し、1回戦の3メガバイト、準決勝のカシアス王のアンドレオ・クルーガー、そして決勝で、ワイアットファミリーを破り初代王者となった。しかし、NXT タグ王座ダッシュ後に腕を負傷し、ワイアットファミリーからの襲撃を受けたことで、長期欠場するアングルが組まれた。2014年1月3日、 NXT ライブにて復帰。ダニー・バーチとタッグを組んで、ジェイソン・ジョーダンメイソン・ライアンと対戦するも敗戦。同月29日、NXT に出場し、マーカス・ルイスと対戦して勝利した。4月より、NXT にてプロモーションを開始し、バックステージでのインタビューを受け、カマーチョとの構想を展開されるなどプッシュされるかと思われていたが、5月1日に、 WWE から解雇となった。WWE 解雇後、2014年5月25日、イングランドの RPW にて、リングネームをジョエル・レッドマンに戻して復帰。復帰第1戦目ながら、RPW ブリティッシュ・クルーザー級王座を保持する、ジョシュ・ボドムに挑戦するも敗戦し、ベルトをダッシュするに至らなかった。6月15日、 RPW サマーシスラー2014にて、WWE 時代に共に活動した、マーティンストーンとイングランズコーリングなるタッグチームを結成し、RPW ブリティッシュタック王座を保持するザカーテルに挑戦。勝利して、ベルトをダッシュした。8月、ティネがイギリスにて行った、ブリティッシュブートキャンプに参加。10月18日、RPW アップライジング2014にて、 新日本プロレスに所属する岡田和地下と対戦。前戦するも、岡田のフィニッシャーである、レインメーカーを喰らい破れた。2015年10月3日、RPW と新日本プロレスの合同イベントである、グローバルウォーズ UK にて、ハスキンスとのスリラーズで、天コジと対戦するが敗戦した。2019年4月、全日本プロレスのチャンピオンカーニバルに初出場。他、 イギリス国内のインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。